こっちの音楽と動きに影響を受けている。あ、うん、シャドウたちはあの不気味な歌に踊らされているんです。あの歌とシャドウのダンスを遮ることができれば勝機はある。でもどうやって？わかりません。ですが先ほどのように別の音楽と動きに奴らを巻き込むことができれば、あるいは喋りだ。繋がった。これであなたは女の子の自分のドラマになる。それは藤川さん、奴らのダンス。ナート、こっちの音楽にシャドウを巻き込めればいいんだよね。リス先輩、もしナオト君が言ってることが本当なら、今の私たちにならできることあるよ。私のペルソナであのシャドウたちにこっちの音楽全開で届けてみる。さっきの音楽にあいつらが反応したなら少しでも影響を与えられるかもしれないし、でもそれだけじゃ足りないかも。だから先輩も力を貸して。音と動きが効いちゃうなら私たちのダンスにあいつらを巻き込むことだってできるはずでしょ。大丈夫、先輩のクールなダンスあいつらに見せつけちゃって。マヨナカステージ、やってみせる。どう
だ。ペルソナと心の力、俺の心の在り方で、いくらでもその姿を変えていく。傷つけるだけじゃない、戦うことだけじゃない。今の俺にならできるはずだ。よし、俺たちは変わり続ける。答えろ、イザナギ。ステージクリア。悪くないな。